池辺さんをゲストにお迎えして、おいおいまずはいろいろとですね、池辺さんのことやけいこちんのことを聞いていきたいと思います聞かないでえ <laughs> え <laughs> なんとおっしゃいました今 <laughs> でも聞いちゃいますあーやめて <laughs> 恥ずかしいわえじゃあもう恥ずかしがってる女子というものは非常に素晴らしいものだと私思いますので、掘り下げちゃいたいと思います はいまずですねえっと私桂子人の役が来た時どんな感じだったのかっていうのを聞きたいんですけれどもあーそうですね実はですね、はい、あの私言っていいのかわかんないんですけど最初、はい、あのこのお話をいただいた時に、はい、他の役でちょっと受けさせていただいたんですね。あらあ,らあら そうなんですねちょっと言っていいのかわかんないのでちょっと言えないんですけどその何何何何まあかんないんですけどちょっとはいなんでそれでまあもちろんね原作も読ませていただいててであの流れでまあけコこっちも見ててじゃあちょっとけコこちゃんやってもらえるって言われてあっはいって感じでっ そうですね。でやらしてもらったんで、稽古んじゃないキャラクターの役の声を聞いて監督がは稽古んやって思ったんですかね？でってくださったんですかね？そんなことあるんですね。でよ。でそれであのまあね受かったよっていうので三条稽古役でんんんっていうさええあ違う役じゃないえめちゃくちゃ戸惑われてるじゃないですか。

あの打ち合わせのお部屋に忘れた時に持ってきてくださって「<laughs> おドちゃんここだね」って言って私の席のところにそんなかっこいいの言ってないよト <laughs> ス,スンって置いてくださいましたイケメン